それでは確率論第7回の講義を始めていきたいと思います今日の講義は実は前半と後半に分かれていますこの前半というのがこの講義のシリーズ全体の前半この講義のシリーズ大きく2つに分かれますまずこの講義のシリーズの今までのところ前半というのは確率という考え方の基本概念そして それぞれぞの基本概念の中でも特に分布というものの概念とその性質というのを見てきましたでそののの最後のところが今日の前半ですそして今日の後半というのはより具体的な今日の後半からですね、えー、今日の後半から最後の第10回までより具体的な分布の数学的な形というのを見ていきたいと思いますいろんな例えば今日やるのは二項分布という分布なんですが、えー、そういう分布,を、えー、分布を勉強していく中でその分布を使えば分布を勉強していくのをえ 世の中の実際に起こるいろんな現象をモデル化できるというのを見ていくことになると思います。で今日の講義ちょっとあの長いんですねあの気のいいところでうまく切って10回にまとめたかったので今日の講義の部分というのは少し普段よりも長くなっています。ですので課題の提出締め切りというのを普段よりも1週間延ばします。なんで自分のペースで前半後半それぞれ見てみてください。ただ 前半は前半後半は後半というふうに話としてきちんとまとまっているので、えー、前半見てる途中でやめて続き明日にしようっていうようなことはできるだけしないでください。えっと、前半は前半でまとめてみる後半は後半でまとめてみるで余裕があればもう前半後半まとめてみてしまうというのでいいと思います。でその上で、えー、次回以降少しあの講義の長さというのが少し短い部分が出てくると思うんですがそれで全体10回で ほぼ回回分分全体ののの普通の10回分と同じぐらいい長さにになるように講義を構成していきた,いと思いますただ今日のところはちょっと全体としてはかなり長くなってしまっているので締め切り課題の締め切りを遅らせることで皆さんのペースで勉強してくださいということです、えー、では早速、えー、今日の講義の内容入っていきたいと思います、えー、それでは確率論第7回の前半の部分まず始めていきましょう。 えー、今日の前半の部分というのは前回前々回と続けてきた2つの確率変数を持っている、えー、確率変数が2つある場合の分布の話これの最後のところになりますで今日、えー、この2つの確率変数がある場合の最後のところで扱うのは2つの確率変数の和の分布です書いておきましょう2つの確率変数の 和の分布で、えー、これだけ書くと、えー、一体我々何をしようかというのが少しイメージ湧きにくいと思うのでまずイメージが湧くように少し、えー、ちょっと考えてみましょう。ままず確率変数2つ考えます x と y ですでそれぞれが例えばこういうふうに分布しているというふうに考えてみましょう。えー、とこれが x ですねでこっちが例えば y です。 でじゃあ、えー、我々が今から考えることっていうのは新しい確率変数 Z というのを考えます。で、えー、この Z というのが x+y で定義される時じゃあこの Z の分布は、えー、分布って今言っちゃってますが確率密度分布ですね、えー。一応書いときましょう確率密度分布。 ここのの確率密度分布はとといいいうが、が今から我々が考えていきたいところです。つまり x と y2 つの確率変数があってそれぞれの分布はまあ分かっていると。じゃあこの x と y を足した時に出てくる z これが何らかのこういう分布をするんだと思うんですがこの分布の形は一体何なんでしょうかというのが今から考えていくところです。じゃあ具体的なところを見ていきましょう。まず一回ここに書き直しておきますが。 x と、y、とと y いうのがあるとでここから新しい確率変数 z というのを定義します。これは x と y の和ですこの矢印,矢印はいらないかな。えっとこの z の分布は、えー、さらに言えば z の分布と xy の分布の関係は とといいうのが今から考えていくところですで、えー、とここで今からどういう分布になっているのかというのを数,数,数式で見ていくわけですが途中で道に、ま、迷わないようにノーテーション、えー、記号とか、えー、ノーテーションって何ていうのかな記号とか、えー、とうん関数変数を表す文字というかアルファベット ですね。それらの定義というのをきちんと確,、えー、確認していきたいとしておきたいと思います。ノーテーション。ここが分からなくなると途中で数式見ていてもなんとなく式は分かってもそれの意味が分からなくなるのでここしっかりやっておきましょう。まず、えー、確率変数です。ここで使う確率変数は一つ目は X と。 y ですこれはいいよね、えー、とさっきから何回か出てきたところですでこの x と y から z というのを定義しますこれは x と y の和ですまずここまでいいかなで、次密度確率密度です確率ってちゃんと書いておくか 確確率率密密度度とか確率密度分布っていう言方もするよ、ね、で、えー、とこれ省略の仕方が結構僕自身も揺れあの表記が揺れちゃうんで分かりにくいと思いますが分布とだけ言ってる時もありますただ、えー、とまあコンテキストから判断してもらうのがいいんだと思うんですが、えー、と今ここで我々が議論しているのは確率密度のことです。で、えー、とこの確率密度 x と y の確率密度なんで。 2次元の二、えー、変数の確率密度ということで確率密度関数確率密度分布ということで f of xy えっと書き方違うね f of xy というふうにしましょういいかなここまではいいよねで、えー、っとここでちょっとしたトリックを使います今ここ2次元ですよね x と y2、えー、変数ですでこっち1変数なんですよ z でただこれだと変数の数がここで1個減ってしまって、えー、とこっちの変換前と変換後が非対称になって話がややこしくなってきます。なのでここでトリックとして便宜上もう1個変数 W というのを作ります。いいかななんでえと今2変数から2変数へのあえっと2変数から2変数への変換に帰着着して物事をえ少し考えやすくしようとしてるわけです。 これが何で考えやすいのかっていうとこの後の、えー、実際に数式を使った、えー、このこいつね y=x+y これの文法をどう求めていくかっていう話の中であなるほどこういうことだったのねっていうのは分かってもらえると思いますただ、えー、っと今のところ、えー、ポイントとして覚えておいてほしいのは z の他に w というもう1個の変数を導入しますでただこの w 本当はそれほど、えー、我々の興味の対象ではないので 仮に w というのを作って、これもう非常、非常に、えー、おざなりに。y と同じものであるというふうに考えましょう。w イコール y です。これね。で、えっ、ー、と、ただいずれにせよ。w イコール y で、新しい確率変数 w っていうのを導入したことで。もともとが x y の二変数。これを二変数 z と w に変換する問題だっていうふうに、二変数から。二変数への変換っていう問題に帰着しました。いいかな。 で、えー、とその上でもう少し、えー、ノーテーション定義しておきます。こいつら Z と W の分布関数確率密度 g o f z w というふうにしましょう。いいかなで、えー、とこの g o f z w を周辺化周辺確率、えー、と z、えー、z および w に対する周辺確率を求めるつまり周辺化してやると、えー、周辺確率 ね、G1Z と W あごめん G だね G2W っていうのが出てきますよということです。あの出てきますよっていうよりこれが出てくるとこいつとこいつが出てくるっていうのはあの前,前回かな周辺確率っていうところで。 勉強したと思いますなので我々の目的というのはまずこいつら x と y これはもう分かっているものです我々はこいつら知っていてそれがどういうふうにどういう密度関数で分布しているかっていうのも知ってます。でこの x と y から新しい変数 z というのを定義します。でこの z それに加えてもう一個便宜上定義した w 実は y と同じものなんですがこの2つの確率変数 z と w の従う分布 g えー、というのを求めますただ、えー、とこの W っていうのはあくまでも便宜上定義しただけであの僕たちの興味の対象ではないので本当に興味があるのは Z こいつの分布やじゃあどうするかっていうとこの GOVZW っていうのを周辺化して、えー、あの周辺化っていうのはあのさっきも言ったけど前,前回やったところですでこの後も説明の中でもう一回出てくるのであの忘れてる人は、えー、とちゃんと 思思いい出すぞと思いながら今ので、えー、とこの話もですね g of Z W これを周辺化して gz っていう z の確率密度分布を求めてやればいいということになるわけですこいつがこいつの分布これが今まさに我々が知りたかった z の分布ということになるわけですでこれを今、えー、xyf of XY とこの3つでこいつが表せれば この Z ののの分分布布と XY 関係はってこの質問にきちんと答えたっていうことになるわけね。じゃあ今から実際どうなるのかっていうのを答えていきましょう見ながらえ実際にどういうふうな答えになってくるのかっていうのを見ていきたいと思います。でじゃあどうやって考えていくのか、えー、とキーポイントは確率変数の変数変換です。 実は1次元ではもう一回やったところなんですよね。えっ、ー、と x だけ x を y に変換するっていうのは1から11、えー、変数から1変数への変換っていうので意味ではもうすでに1回やっているところです。これを2変数の場合に拡張していきます。つまりこいつね f を、えー、と f と y これを z と w に変換しますって話です。でここで二、えー、から二に変換 するって考えた方が実は分かりやすくなるので、今えっ、ー、とこの W っていうのを実は導入したわけです。じゃあもう少し詳しく見ていきましょう。えっ、ー、と確率変数の変換一次元の覚えてるかな？一応えっ、ー、と簡単に復習するね。えっ、ー、とちょっとここであの XYZW って書いてるんだけど、今からちょっと復習でだけやるところえっ、ー、と赤で書こうかな。赤で書くところっていうのは。 この xyzw とは違う意味で使います。あの x を y に変換するっていう、この授業の前のところでやった、えー、昔やったのと同じ、えー、記号の使い方っていう意味で x と y っていうのを使います x から。x から y、1変数から1変数に変換する場合の例っていうので、えー、変数変換、1次元の場合思い出してもらいましょう。えー、っと、それどうだったかっていうと、例えば変数 x の えー、確率密度密度関数っていうのが f of、x、で y の、えー、確率密度っていうのが g of,、x えー、g of y だった時にはこういう関係が成り立つんですよっていうのをやってねえっ、ー、と f d x デルタ x g of y のデルタ y ですでこれどういうことかっていうと f of x っていうのがこうあってで G of y っていうのがこうありますよとでここが x でこっち y やでこの x の微小領域っていうのが y の例えばこの領域に変換されますって考えるわけです。でこれが例えばこの微小領域デルタ x でここがデルヤ y やこれ今赤で書いてるところ今までの復習ね。でそうすると、えー、この確率密度この えーとカーブでで書いてあるんですねこいつらこれの性質を考えるとえー、っとここねこの幅デルタ x でこの確率密度っていうのがあってこの高さでここの面積つまりデルタ x、えー、この中に x の値が落ちてくる確率つまりこの面積ねこれっていうのは変数を変換しても同じように この面積、ごめん、この面積だね。この面積に対応します。つまり、デルタ X の範囲っていうのがデルタ Y の範囲にずっと投影されるんであれば、この、その値を取る、Y がデルタ Y の値を取る確率っていうのと、X がデルタ X の中の値を取る確率っていうのは等しくなるはずです。ってことは、この面積と、この面積が等しくなりますよっていうことやったよね。いいかなこれ、あの、 今の説明聞いてもちょっと思い出せませんっていう人はもう一回この授業の講義ビデオもしくはノート講義ビデオを見直すよりノートを見る方が簡単だと思いますノートもしくは教科書を見直して確認してみてくださいで、えー、と今からやるのはこれを二次元に拡張するということですじゃあどうやるのかこれ実はそんな難しくないんですよねえっ、ー、とこれ囲っておこう二次元に拡張するとこうなります g ofzw にデルタ z デルタ w をかけるとちょっと待ってね場所がえこれをかけると今度はこれは変換前の fyf ofxy これにデルタ x とデルタ y をかけたものと等しくなりますごめん何か今飛んじゃったね これ、えーと、冷静に考えればそんなに難しくないよね。えー、とこの式で言えば、この微小量、えーと、今とかちょっと順番逆で見た方がいいかな。こっちが変換前、こっちが変換後なんで、えー、とちょっとそこの関係ひっくり返して考えてみても、見てもらってもいいし、分かりやすい人はもうこのままを考えてもいいですあの。この2つイコールなんで、どっちか前や後ってあんまり意識する必要は本当はないんですよね。でただ、ポイントはここです。えー、と例えば、 デルタ X× デルタ Y。えっと、このデルタ X、えっと、このデルタ X、デルタ Y とは違うよ。えっと、今言ってるのは変換前の2つですよね。で、この2つをかけるってことは、つまり、例えばね、こういうふうな2次元の分布関数みたいなのがあって、えっと、ここ、デルタ X、デルタ Y っていう、ここの面積や、 でここの面積ズドンと上に上げてやってこの、えー、と2次元の確率密度の下のこの体積これがここってことになるよねいいかなで同じようにこっち、えー、g o f z w の方も一緒、えー、と変換後の G の分布関数っていうのはなんかこんな感じで2次元でホニャホニャホニャったってデルタ Z デルタ W でこれをズドーンとこう上に上げてやってこの部分の面積あごめん体積だねっていうのを考えてやるとこの2つは等しくなる等しくなるはずですよっていうことですそれを表したのがこの式ですいいかなえっ、ー、とこのこれがつまりこの図で言えば底面積ですよねここに高さをかけてるってことやえっ、ー、とうんあまあそういうことです でえっと、こっちも同じ底面積に高さをかけていいるというイメージですでただこれだけではちょっとあんま正確じゃないんですがもちろん、えー、この先一次元の時でやったようにこいつらをどん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 小さくしてやって微分の形に近づけていきますで。近づけていきましょう。そうするとこれをねデルタ x デルタ y を小さくして。 えー、小さくした極限を考えるか。小さくした極限を考えると、でえっ、ー、とこのデルタ x デルタ y っていうのを小さくした極限を考えるとそれに連れられてえっ、ー、とこのデルタ z デルタ w っていうのもどんどん小さくなっていくわけです。でえっ、ー、となのでもうデルタ z デルタ w とかデルタ x デルタ y っていう表現をせずに dx dy dz dw ってそうするとえっ、ー、とこれね次のページに行こうかなあいやまだここに書いとこうかえっ、ー、とこれはこういう式になります g o f、eh, z w かける d z d w イコール f o f x y の DXDY ですいいかな でここで、えー、と問題になるのはこいつそしてこいつこいつらのあごめんやっぱりこれ下に連れてくるねここにペースコピペしてきましたこいつら、えー、と続き書いていこう えーとそうするとちょっと分かりにくくなったねこいつ消しちゃって今、えー、と僕たちが気になっているのはこいつとこいつこいつらの関係はっていうことです。で、えー、とこの関係一体どうなるのかこれ気づいた人いるかなこれね実は近いことを、えー、微分積分で勉強してるはずなんですよ。でこの関係こいつらの関係は ヤコビの行列式になります。覚えてるかな？えっ、ー、と積分の変数変換、積分変数の変換っていうところで出てきたと思います。二変数の積分変数の変換っていうところで出てきたと思います。で、ただこれ忘れてるっていう人も安心してください。あの今から書いていくので、えっ、ー、と大丈夫です。じゃあこれ実際にヤコビの行列式を使って。 この dz と dxdy の関係を今書いていきましょう書きます dzw= 行列式変微分の z えー、と delzdelxdelzdydelwdelxdelwdy これね でここに、えー、とこれをかけて DY これが、えー、と, D D と DY の関係ですでこれどういう関係なのかっていうと z を x で変微分したやつで、えー、と上は z を x と y で変微分したやつってことで下はこの w を x と yw を x と y で変微分したやつですで。これ全体の行列式を計算してやるとこの微小量 次元えっ、ー、とごめん微小量 dz dw と微小量 dxdy の間の関係倍率やんねっていうのが出てきます。あの行列式っていうのはスカラーになるからこの二つ、えー、とこの微小量とこの微小量の間の倍率っていうのが出てくるわけです。でだこれえっ、ー、と今の場合実際にはこのヤコビの行列式っていうのがどうなるか計算してみましょう。これ実はそんな難しくないよね。えっ、ー、とちょっと待ってもう一回書こうかな。 えと今我々この z と w っていうのをこういうふうに定義しました。えっ、ー、と確率変数でだけどこう,こうやってね z=x+yw=y イコールす、えー、イコール、y、です。えっ、ー、とちょっと待って色が分かりにくいかなこれ囲っとくね赤でこの式の一部じゃないですっていう意味でこう赤で囲い,囲いました。 で、えっ、ー、と、こうやって見ていくと、これ実は計算簡単ですよね。えっ、ー、と、z を x で微分する。z を x で微分すると、これ何やわかるよね、もうみんな。1です。で、次、じゃあ、z を y で微分するとどうなるか。これまた y、係数1で1乗やか。えっ、ー、と、1乗でしかも係数1だから、ここも1やんな。で、じゃあ次。えっ、ー、と、w。 このえっと w x で微分するとどうなるのか。w を x で微分するんなくて x ないから。これはじゃあ、どうなるゼロんな。で、えっと、次、最後は w を y で微分します。w を y で微分すると、これ一乗でまた係数一やから。一になるということで。一一ゼロ一っていう、えー、行列の二かけ二行列の行列式と。いうことになるわけです。 で、そうするとこの行列式どうなる行列式覚えてるかな、えっと、ここかけてこをををかかけけていつたやつを引くんやったよねでそうすると,、えー、っとこれは 1×1 1で1や。でそこから 0×1 で0を引くからこれは全体としては1やな。ってことは、えー、っと最終的にこれ出てきた。出てきましたよ。 これはつまり DXDY で今えともう一回え左辺こいつね書き直しておくとこれは DZDW やこれが我々が求めたかった関係ですそして求めてしまえばこれは何のことはない関係ですよね。えっとこれは全く同じでしたっていうオチですちょっとこれ分かりにくいあの書き方文字ぐちゃぐちゃってなったんでもう一回書いときますね DZDW です。いいかな？でこれ覚えておいてください。これをこのあと、えー、すぐにまた使っていきます。よ。これで dxdy の関係出てきました。で、えっ、ー、とこの関係が出てくると次に何ができるのか。えっ、ー、と次はここまで戻ります。いいかな？これはえっ、ー、とこれね。 この式どっから出てきたかっていうと、この一次元の時を拡張して考えたんですよね。えっと、確率分布、密度分布があって、そこの底面積、二次元の確率密度があって、その底面積があると、それとこの確率密度をけたこの部分の体積。これは変換前後で、えっと、等しくなりますよっていう話でした。で、それを式で表したのがこれや。こいつが底面積。えー、それをさらに微小にしたやつだよね。底面積。 で、そこに確率密度の高さをかけてある。で、こっちも同じ。低面積で確率密度の高さをかけてある。でこれが変換前、変換後。で、この二つは等しくなりますよ。なるはずです。とえー、っと、というより、まあ、なるように定義しましたって話です。いいかなで、えー、っと、さらに今分かったのが、この DX、DY っていうのと D Z、DZ、DW、この二つは等しいっていうのが分かったわけや。ってことは、もう非常に簡単ですよね。こいつら、 えっと、両辺割ってやれば同じ値で、こいつらで,で、例えば dz dw 割ってやれば、これ両方消えちゃいます。なんで、実は、えっと、この式、さらにさらに簡単になって、こうなります。よ g of zw は f of xy。これでもう、ほぼほぼ出てきたんじゃないのという気がするよね。で、ただ、 えっと、こいつはいいんですよ、こっち。右の人、f of xy さん。この人、OK です。えっ、ー、と、なぜなら、そもそも我々が考えている元の x と y の確率密度分布は f of xy だったからです。でところが、問題なのは、この人、g of zw さん。この人、まだ僕らが欲しい値じゃないんですよね。えっ、ー、と、僕らが知りたいのは、あくまでもこの z の分布、つまり g1 of z です。 でところが今僕らが分かってるのはこいつだけなんや。G of ZW。なので、えっと、ここ分かってるけど、まあ、ここ分かってないわけです。なんで、こいつからこいつを求めるっていうのが今から最後に我々がやらないといけないところです。じゃあこれ、どうやってやるか。どうみんな分かります分かる、分かります分かる分かりますって言い,言いかけちゃったけど、分かるこれね、えっ、ー、と、一回やってるんですよ。前々回かなやってます。 覚えててるるかな周周辺辺ですよね。周辺確率を求めるってこ,とですこいつが2次元の分布だとしたら、えっと、結合分布って言い方もしてたよね、えー、前々回とか前回結合分布、えー、でこの結合分布からこういう1個分の分布を求める処理っていうのはどうやるんやったそれが周辺化やったよねよしで周辺化どんなものか忘れてる人安心してください今から実際にやってみますじゃあ、えー、と周辺化していってみましょう でただねえっ、ー、とまだこれねこんだけでは周辺化するところ、えー、する手前で少し止まってますまだ不十分ですこれ一見こいつね溶けてるように見えるんやけどこの式よく見ると冷静に見ると変なんですよこっち z と w の関数やんなでこっちは x と y の関数やつまり z と w の関数が x と y の関数に等しいってえっ、ー、と数式の字面上はおかしいわけなんですよ なんで、この x と y そのものを w とえ、z と w に変換しないといけない。えー、変換しておく必要があり,あります。いいかな今、こいつイコール、これは何らかの z と w の何かの関数としですという形で表したいわけやな。じゃあ、今からそれやってみましょうよ。消しちゃって、えー、っと、ここでじゃあ、えー、この f of xy を z と w の関数に変換していきます。で、何に注目するのか。ここで注目するのが、z イコール x たす y、w イコール y というもともとの定義や。えっ、ー、と、まずこっちはいいよね。こう定義しました。で、w イコール y っていうのは、便宜上こういうふうに w を定義したわけです。で、これを解いてやれば、x イコールどういう形なのかっつのは出てくるよね。これエックスイコール何になるか。えっ、ー、とこのエックスはゼット引くワイや。えっ、ー、とこれ、えー、一応まあ説明しなくても大丈夫やと思うけど、このワイをこっちに持ってきたわけね。でかつこのワイっていうのはダブリューやから、これを代入してやってこいつをここに代入してやってエックスイコールゼット引くダブリュです。 で、えっ、ー、と、この y ってのもこの、そもそもがこれ w と同じものです。で、やると、この式は、見事に、全部 z と w だけの式になります。こうです。f of z-w。W、これやな。カンマ w という風うに表せます。で、えっ、ー、と、この、 F っていうのがもうすでに定義されているっていう前提で今我々進めてるので、その定義されている F に ZW と W っていうのを代入してやれば、この G of ZW っていうのの形が出てきますということです。でここまででまず G 出てきました。でここから今度は我々が次にやることは、次,次にやることは G1 of Z、本当に求めたいこいつ、これを知りたい。 とということですでこれどうやってやるんやったさっき説明したところですよね。これが周辺化ですでこの「周辺化」っていう言い方は実は僕今日初めて使ったと思うんですが、えー、と今まで言った言い方で言うと周辺確率を求めるということです。えっ、ー、とね僕実は個人的な 話なんですが割と哲学書とかを読むのが好きでえっとこの何の話かっていうとこ,のこういう話ね用語の問題ですえっと周辺化っていうとなんとなくみんなこうそのまま周辺確率を求めることは周辺化って言うんかなってなんとなく推測できると思います。で数学の場合ほとんどの場合はそれで OK です。ただえっと数学でももっと複雑になってきたりあとはもう哲学書の古典的なやつを読んでいくと,えっと一見普通に考えて周辺確率求めることが周辺化でしょって と思うようよな用語の関係ににああるのに必ずしもそうじゃなないことがありますなんで僕自身もこの授業ではあんまり定義せずに用語を使わないようにしているんですがあのたまに使っちゃうので気をつけてください。で出てきたら、えー、とそういうあの「これ定義されてないよ」っていうあの用語が出てきたらずっとコンテキスト文脈を確認してもらって本当に今自分の考えている理解でその言葉の定義例えば周辺化っていうのが周辺確率を求めるってことで合ってるのかっていうのを 確確認認すするるよよううにに頭中でしてくださいでどうも違うってなったらきちんと用語を調べてみて概念用語つまり概念やねこの概念同士の関係っていうのを明確にするっていう、えー、癖をつけておいてください。それがあの今回の確率論に限らずおそらく、えー、いろんな勉強をする中で道に迷わずに進めていくコツになると思います。でじゃあちょっと、えー、脇道にそれてしまったので本題に戻りましょう。今からやるこことというのはこのは G of Z W 形としてはこういう形をしてますっていうのが分かったんやけどこいつを周辺化して、えー、周辺確率 g 1 o ブ z これが我々が実は一番知りたかったものなんですがこれを求めるということですじゃあやってみましょうよ g 1 o ブ z ついに来ました g 1 o ブ z これはどうなるのか周辺化ですよね周辺化覚えてるかな えっと周辺化っていうのは例えばこの二次元の確率密度 g ofzw これをある方向に積分するんやったよねマイナス無限大からプラス無限大までで今僕たちが積分して消しちゃいたい変数っていうのはこれです w これうちらの興味じゃないかなうちら興味あるのは z だけやで w っていうのは所詮 便宜上こういうふうに w イコール y と定義しただけでこんなん実は僕らはいらないんですよ。なので消しちゃいます。で、どうやって消すかっていうと、w に対して、マイナス無限大から無限大まで積分するっていうことです。で、えっ、ー、と、今、こいつね、g of zw っていうのはすでにこういう形なんだっていうのが分かっているので、これ、こいつをこいつに代入します。やってみましょう。 イコールマイナス無限大からプラス無限大の fz-w w dw カンマの D w ですこれこれがまず今日の前半の1個目の答えです。えー、っとどうしような一回じゃここでえー、っとを切ろうかな。書いておこう。 びっくりマーク三つつけておきましょう。重要な結論です。これがえー、っと確率変数の和の分布です。これが二つの確率 x y の和。これはつまり z ですよね。 Z の分布で,すでえっ、ー、とこの確率変数 xy の結合分布 f っていうのが分かっているとそれを使ってえっ、ー、とこの和の分布が出てきますよという話でした。いいかなでえっ、ー、とここからこの式これがまずもう一番一般的な答えです。えっ、ー、と一般化された答えです。でここから少し特殊な場合 えとよく我々が出てくる、えー、考える、えー、少し特殊な場合というのを考えてみたいと思います。それが特殊な場合よ、X、と、y、が独立しているとです X と y が独立してないというのはどういうことかというと例えば、えー XY、それぞれがサイコロを振るっていう。 トライアルだったとします思考だっったたととししまますす例えば最初に、X、サイコロ1個目のサイコロ X を振って3が出たら例えば Y に関しては6面体のサイコロを使う4が出たら今度は8面体のサイコロを使う正8面体のサイコロを使うみたいな例をすると X ののが Y の分布に影響を与えるよねでそういうのは独立じゃないって言います。 で、x と y が独立しているっていう時っていうのは、えっ、ー、と、2つの思考が互いに影響を与え合わない時っていうことです。で、こういう時、じゃあ、えっ、ー、と、数式ではそれをどう表現されるのか。でこれは実は、えっ、ー、と、前々回かなやったと思います。これが独立している時っていうのは、つまりこういうことです。結合確率 f of xy が、それぞれの周辺確率 f1 x と f2 y の単なる掛け算として表される。で、こういう時、x、と y が独立して,いると考、えー、していると表現するんやってね、えー、とちょっと今の言い方は違うかな。x と y が独立している時には、えー、xy の結合確率は単なるそれぞれ x と y それぞれの確率密度の掛け算になりますというこっちの方が正しい言い方だと思います。 いいかなということです。で、ただ、どっちにしろ今我々が注目するのはこの式使っていいですよってことや。じゃあ何をするのか。えー、今からこの式を、ここ、こいつね、こいつ、こいつのここに代入します。そうすると、えっ、ー、と、x と y が独立している時の g1ofz が出てくるよね。やってみましょう。g1ofz。 ここれは実際代入してみると f1 of z-w ごめん z-w これ x やんな z-w ってのは x えー、んあ x やね合ってるよねこれですね z-w、えー、x=z-w です g1ofz は、えー、マイナス無限大から無限大に積分されるところの f 1 o f z w かける後半 f2ofw です。で w ってのは y そのものやったよね。かなで、えー、とこれを w に対して積分しますということです。この式。この式。えー、とこの式のここに こいつを代入しました。えー、こいつを代入しました。っていうことです。いいかなでそうするとえっ、ー、と。これが実は今日の前半の2つ目の答えです。x と y が独立しているときには、x と y の和の確率分布っていうのはこの形になります。で、えっ、ー、とこの形で、ね、見慣れてないと、この数式って見慣れてないところ、一体何なのと思うかもしれないんですが、実はこれ。fy ええっとごめん。f1。 OVZ-W f 1と関数 f2 の畳み込み積分なんですよ。えっ、ー、と畳み込み積分っていうのはじゃあ一体何なのかっていうとこれ,これで定義この式で定義されるような積分のことです。で気になる人はググってみてください。でただここで僕が今から最後この前半の最後に説明しておきたいのは畳み込み積分の 直感的な性質ですとじゃあ畳み込み積分一体何なのか今例えば、えー、と畳み込み積分とまずいいかなごめんここまでで1回あの x と y の和の分布っていうのを1回その話自体としては終わります。でその上で最後に出てきたこの式の性質っていうのを確認しながらそもそも x と y の和の分布というのが もともとの x の分布 y の分布とどういう関係になるのかというのは直感的に理解してみましょうということです。でそれを理解するために一旦より一般的な数学の話として畳み込み積分というのを説明します。込込みみみが抜けた畳み込み積分でこれ英語では英語で言っちゃうことの方が多いんですがコンボリューションと言います。 コンンボリューションボーです、ね、でただ日本語でみんな発音する時には「ボーって B で発音しちゃうんですがコンボリューションですで日本語だとカタカナで「コンボリューション」って書くことも多いですこれが畳み込み積分で、えー、とじゃあ、えー、と今からこの畳み込み積分どういう性質を持ってるかっていうのを説明するんですが、えー、と例を使って説明していきますその例というのはまず F of X これがこういう形をしているというふうに考えましょう形ですで次 Of y これは例えばこんな感じかなまだ勉強してないけど正規分布っぽいなんかこういうのを考えてみましょうでこれを畳み込みますでこの畳み込み積分っていうのは実は記号としてはこういう記号を使うことが多いですえっ、ー、と of X 畳み込みの of y こういうふうに書くことが多いでそうするとこれねどうなるのかっていうと元の例えばこいつや こ,いつえー、とこういうやつなあそうかこここれかっかな元のこいつ F of X これをこっちこっちこれでぼかしたような形になるんですよ。えっ、ー、とこれねどういうことかっていうと例えば w、えー、こっちがス w で入ってるってことは w を変えていくと えーとこっちはただ単なる w の関数やでこっちス w って入ってるってことはえっ、ー、と連れていくんですよねこの z がうんといやちょっと待って今のこれ説明すると話長くなりそうなのでもう単純にこの答えだけでいきましょうえっ、ー、とこれあんま時間使えないんだ今日で、えー、とこのぼかしって話からいくね攻めていくねでこの f1 o v e x これを f 2 of x でぼかしたようになります例えばこの点 F1 のこの点を考えるとこれがここを中心として、えー、この F2 っていうのが現れてきます。いいかなで、えー、とこのこいつこいつの高さっていうのはこの赤で決めた F1 こいつの高さで決まります。いい 例えばここ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 って全部同じ高さやからこういうふうにどこ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 っていくわけや。でここまでくるとここまでくる,るとこの f 1 of X の高さ0になっちゃうから、えー、とこの f 2 of X の高さも0になってここもなくなっちゃうわけね。で結局これ最後まとめるとどうなるかっていうとこの黄色で書いた f2 ーっと並んだのを全部足し合わせる。 それが積分するってことだよねなのでこれ全部足し合わせてやるとこういう感じのちょっとなんか歪んじゃったこういう感じの関数になります。でこれどうやって考えるのかっていうと,えっとこれは一つにはこいつ f 1 of X が f 2 of X でぼかされたって考えることができる。実はこれあの 同じように f2ofy が f1ofx でぼかされたっていうふうに考えることもできます。いいかななんで、えー、と僕がじゃあここで何を言いたいのかっていうとこういうことです。えー、確率論の話にも戻ってきたの数学の話から確率論えっ、ー、と確率論の数学ですがえっ、ー、と一般的な数学コンボリューションって話から、えー、確率の話に戻ってきました。 と X と Y この2つの確率変数を足して出てくる確率変数っていうのは、えー、確率変数 Z これの分布は F1 と F2 ってそれぞれの、えー、元になったそれぞれの確率密度の畳み込み積分コンボリューションになっています。でこのコンボリューションっていうのはどっちかをどっちかでぼかしたもの、えー、とこっちをこっちでぼかしたものもしくはこっちをこっちでぼかしたものどっちでもあの全く同じものになるんですが。 えー、そういう,ふうに解釈すすることができますいいかなって,ことは、えー、っていうことは例えばね x がこうこれぐらいの幅に分布してるでそれで y はこれぐらいの幅に分布してるでこれ両方ともまあ幅としては同じようなもんかなと思うんですがこっちをこっちでぼかすってことはこれ足してしまうとこれとこれってね、えー、とこの結果っていうのはこいつらとこいつらのぼかしを足し合わせたぐらい 派手にでえー、っとなんでこれね x ってのは確率的にこうぼんやり分布してるわけや、えーっとまあ、ぼんやりこう分布してるわけやで y ってのもぼんやり分布してるでぼんやりしたやつとラ同士を足したらどうなるそのぼんやり具合はさらにぼんやりするよねでそれを直感的に表してるのがこの図でこれを数学的に見るとこれは畳み込み積分になりますと。 ぼんややりしたつつを2つ合わせるとさらにわけがわからにががかななくなるとというのが、えー、こののこ部分の結論です X y が独立している時に、えー、その X と y を足した新しい確率変数 z というのを定義すると、えー、こういう最終的には z の確率分布というのは、えー、XY それぞれの確率密度分布のコンボリューション畳み込み積分として定義されますよという話でした。 えと以上で今日の前半のの部分終わりますなんで今日の前半、えー、と後半とだいぶ趣が変わってくるので前半の部分は前半の部分で、えー、復習しておきましょうで。今日前半で勉強したのは2つののの確率変数の和の分布ですで、えー、と例えば、X、とというのが2つあってで、えー、とその2つがそれぞれ異なった分布をしているときにどういうふうな、えーえー、とその和の、えー、確率変数であるというのはどういう分布をするのかというのが今日の前半で我々が勉強しようとしたことです。 で結論としてはもうさっき出したように畳み込み積分になりますよということですでじゃあどうやってその結論を出したのかっていう流れを一応復習しておくと,、えー、とこの x と y というところからまず z これですね我々が興味を持っている変数 z というのを定義しましたこれは x と y を足したものですでただ2変数から2変数への変換にすることでこの先の数学的なトリックを数式いじりのトリックを使っていきたかったのでもう1個便宜上の変数 w というのを定義しましたこれは y そのものです で、えー、とその上で変数変換1次元でもやった変数変換のトリックを使ってこの式ね確率密度にその、えー、下の底面積、えー、とデルタ Z デルタ W ってのをかけてやると,それ,が、えー、とそれが変換前にやった F of XY にデルタ X デルタ Y をかけたものと等しくなると。確率自体は 変換前後にデルタ X デルタ Y が正しくデルタ Z デルタ W に変換されてれば変換前後の確率は保存されるはずですよというこの性質を使って攻めていくということをやりましたこのデルタ Z デルタ W デルタ X デルタ Y というのを微小量 DZDWDXDY に変えてやってこの2つの間の関係を求めるとそれはヤコビの行列式で表されますというところでした。 これ自体ヤコビの行列式本当に詳しいところは微分積分の復習をしてくださいということなんですが今回の場合に限ってはそれは非常に簡単で1101これの行列式になってこれ全体は1になりますということですってことは dzdw="dxdy" 非常に簡単な式が出てきますでこれをえと使うことでこ,このえこれね dxdy=dzdw イコールっていうのを元のこの式に代入してやると実は非常に簡単な式 gzw 我々がえと知りたかったものの一つ手前のものですね。えっと z と w の結合分布っていうのは実は x と y の分布と同じですというのが分かってくるわけです。ただこっち x と y で表されててこっち z と w で表されているのでこの z と w こっから x=y=y= イコール、y、イコール、y、イコールっていうのを求めてやって こいつらにビョンビョンと入れてやると、z と w だけで表された形が出てきます。これが、えー、と我々が求めようとしているものの、本当に一歩手前のものです。でも、本当に我々が知りたいのは、z に関する一次元の分布 z 1なので、この g オブ zw という二次元の分布を周辺化してやることで、周辺確率 z に関する周辺確率を求めます。で周辺化っていうのはみんな覚えてるかな、という話だったんですが、やることは実は簡単です。 いいらない方の変数今我々の場合だったら w なこの w に対してマイナス無限大から無限大までこの2次元の密度分布を積分してやるだけです。でそうするとこの w 消えてくれちゃってこういう式が出てきますよということでした。でこれが一番一般的な2つの確率,確率変数 xy の和 z の分布ですということです。でただしこの x と y が独立しているときにはさっきも言った このコンボリューション畳み込みで表されますよというのが今日の前半のクライマックスです。いいかな。じゃあえっ、ー、と実は以上で、えー、この我々のやっている授業の確率論の前半まあ前半って言ってもかなりあの量的には三分の二ぐらい取ってるんですが前半の部分、えー、教科書で言うと第三章に対応する第三章までに対応する部分というのが終わりました。これ何を勉強したのか今日までのところ何を勉強してきたのかというと。 確率論というのを考えるための基本的な考え方ですでこの基本的な考え方を使ってより具体的に実際にいろんな確率分布、えっと、今まで確率分布っていうのは例えば F とか G とかっていうふうになんとなく記号だけで書いてたんですがいろんな具体的な形があるんですよね。実際にに世のの中で起こってくるるいいろろんんななものを表現現するためにはいろんな物理現象 えー、例えば経済現象社会現象いろんなものを表現するのにちょうど最適な確率密度分布のの形というのがありますでその形を一個一個見ていきましょうというのが、えー、今日の後半およびその残り確率論のこの授業の残りの8回9回10回っていう部分になります。なんで、えー、と,とりあえず、えー、今日はまず今日の前半は以上で、えー、終わりたいと思います。でその上で、えー、今日後半もあるので後半もきちんと聞いてください。